で、もうこれ、このまま試合行く。あー、ちょっと待った。ちょっと待って。今、あの、PV が。いいじゃん。過去 Wii じゃん。っていうか、そうか、トムファンがコンセプトマッチで最初、梅原プンコだったんだね。プンコだったんだよね。あの、梅さんがユン使ってた頃だね。でね、俺もそう出てたんですよ。俺ね、カズのこと初めて話したのが、あのコンセプトマッチ決まった回のトパンガ TV だよね。いきなりなんか、知らされてなくて、で、背後にカズのこいて、で、俺がカズのこ煽ってたら、ちょんちょんとかされて、あのメガネ。で、なんか、いますよみたいな、それでなんか初めてなんかプロレス要素をなんかやったのが、あのコンセプトマッチ。あの頃ってさ、どの場合？始めます。必要。はい、じゃあ、すみません、あの月並みながら、あれで行かせていただきます。コンセプトマッチ、まごったいももち七咲でございます。それでは皆さん。行ってみましょう。お願いします。さあ、3試合ごとにあのステージ選択あ戻るんです。戻っていただきます。はい。はい。1試合目は陽光炉ステージでございます。ありますね、このステージね。ブラストファーネイス。光炉ね。日本には5個しかないと言われてますね。すごい。さあ、開幕。さあ、孫が。触ってますが、ここでね、立ち上がりがね、どういう展開になるのかっていうのが、まあ、興味深いですね。カナダの時は、モモ選手、そう、体育を全然出さなかったんですよ。もうとりあえず、まあ、あの時はね、大会っていうのもあって、あの、ちょっとまあ、実況っぽくないんですけど、ね、いやいや、全然いい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 。大会っていうのもあって、多分、その、ヤン対策っていうのは、あんまりやってなかった。じゃないかな。だから手堅く手堅くとりあえずは行ってっていう感じだったと思うんだけど、今回やっぱりね、そう準備する期間があったので、上からの攻めっていうのもちゃんとケアしながら多分戦ってくると思うんですよね。ちゃんとやんように動きを、やんように準備してきたのではないかと。なるほど。さあ2試合目、おっとここで赤セビが漏れてしまった。珍しいですね。ここで打っていた。これは最大。もう投げ、今の投げ取ったんで、今のはフリーからですか、まさか。フリー、送らせ投げだったんですけどね、ぶらつぶしを狙ったんでしょうね。ここに深い読み合いがあったと。さすがですね。お、これは確定か。お、いや、うまっ。勝つから、これはもうヤン使いじゃないとできないね。あれは勝利権確定ですか。確定、そうですね。解放には負けちゃうかな。確か解放にも勝ちますね。あれね、1段目遅いんですよ。そっか。なので1段目セミ解放じゃないと勝てないんだ。そうです。なるほど。試練、これは厳しい。あー、これピオリがリーチですよ。もうしのぎますね。あー、これね、ちょっとかわいそうなところなんです。あー、ここで波動重ねるのは余裕ありますね。あ、孫は攻め立ってる。垂直ランスから、この攻めを継続させて。さあ、剣といえど次でかいのが入ればよりそうですが、ここは一旦膠着状態。これやっぱ剣側が攻めるというよりは、剣を寄ってくる矢に対して、まあゲージがありますからね。そうですね、そのカウンターを取りたいところだと思うんですが、これでやって、おお、うまい、うまい、今のは。なるほど、赤セビが待っていた。
オープニングマッチを制したのはモモチケン。モモチケンがまず一勝。モモチケンですね。さあ、しかし立ち上がりとしては体力だけ見ると、まあラウンドも取ってたし、そうですね。マコももうちょっと行ってればこの試合取れてましたからね。それはそれ。わからないというところですかね。攻撃を結構使ってますね。圧力のかけ方だな。ところになって、おー、しっかり確定反撃か、これは。さあ、おっ、オーパンクロール。うまい、うまい。前ダッシュを完全に読み切っていたか。なんか嫌な相手に円柱パンを送ってるら、ね、今のはちょっと、ね、初めて見ましたね。見せてきたか、桃地。ちょっと新しいものをね、みんな考えていくんですよね。前にやったところから。だからもう、ね、インター確認ダイヤシンビタです。さあ、これはちょっと桃地ムードになってきたが、ここで真央さん出したら、ここ垂直ジャンプなんですね。そうですね。何かあるのか。これやっぱヤンガーとしては画面端まで持っていかないと話にならないので、やっぱ2ゲージ使ってでも行きたいですね。そうですね、端を作りたいんですが、ちょっとね、中央まで戻されちゃうと有利な時間がね、短くなっちゃうんで、維持したいところですよね。前歩きで相手を押して、前付け、前付けが引いて、引いている。カウンター確認。これ桃地家の得意技ですけど。前中継、カウンターを確認してから昇竜拳。はい。いい反応してますね。ね、カウンターの時だけつながると。さあ、一試合目とは一点変わって、ちょっと桃地が。リズムを掴んだか。足まで何回か持っていけてるんだけど、そこでダメージが取れてなかったのが、なんか孫側は範囲になってるのかなって感じが。あ、ここでグラフに通って高いですね。五番中盤、さあ雷撃、有利雷撃をうまく使ってます。これ連打なんですよね。あー、今の攻めはいい崩しでしたね。コミックスで逆ポッツ大パン。これは確実に取りに行ったか。ヤンはね、ゲージに関してはそこまでなんか固執する必要はないから、そう、使い道がね、あんまね、にちょっと困るって言ってましたね。確かなので、1ゲージを使ってダメージを伸ばしていったということでしょうか。で、2ラウンド目始まって、あっと、噛み当たった。置いたね。前中継がね、あのヤンガーの前中継、剣の、あの、牽制の起点となる中足に立てるんで、はいはい、それをうまく使ってますけど、それを読み切って垂直置いてましたね。体力は5分。状況的には、まあ、ヤンガーにやっぱウルコンの玉抜けがあるんでね。お、波動拳ね、練習で打てませんでした。打てなかった。玉抜け本当にうまいんですよ、マゴ。さあ、これは入ってしまった。これはリーチです。さあ、ゲート丸。まあ、そこはね、あ、逆に次のラウンドを見てちょっとゲージを打った。うわー、これはこれはどっちめくりです。めくりですけど、まあ、どっちに入れば入れても食らったりするんでね。うん、しょうがない、今のは。ただ、孫が当てたかったよね、今の。中足大勝利は。うわー、これきつい。あー、当たってない。さあ、雷撃。あー、でもやっぱ、桃地剣硬いっすね。手堅いですね。雷撃でフリフレーム取られても、その後全く崩されてないから。これはちょっと孫としては崩せてないなって感覚になっちゃいがちに見えますね。おー、うまい。出ました。これ、こっから起点を作ったか。やはりおお、ジャンプか。通らない。しかし画面端、危ないぞ。ここで、おう、わー、ギリギリ届いている。ここで投げが通ってしまうと入れ替わってしまう。出ました。お、赤セビ。これなるほど、確認してちゃんと赤セビまで持っていくと。みーちゃん、はい、師匠3連敗しちゃって。師匠まだいけます。そうね、まあまあ全然まだある。あ、これで正解ですね。はい、一応ね、このステージはですね、はい、このストリートファイター4、こちらストリートファイター4の中でも、うん、ちょっと、うん、あんまり引きたくないステージ、ね。そうなんですね。まあ人にもよりますけどね。あ、このステージも違うんですよ。そうですよね。多分ここの方が、あのね、単純にちょっと、あ、まあでもね、あの、このキャラ2人は大丈夫です。あの、白いんで。お互い白いね。赤いキャラとかね、結構見えないみたいな。
球がね、ちょっと赤かったりとか、そうそうそう、ちょっと珍しいですね。さあ、前中継、さあ、ここでね、画面外れやはり投げで入れ替わって、またスペースを確保していくっていうことですかね。そうですね。しかし、まあ、ここはいい来撃、打ってるんですけど、あっ、ここで、これはリーチ、おー、ああ、リオリーチだったんだね。いい、これはホテル乗ってるので、うん、なるほど。ここで打っていった。ああ、自然。これ怖いですよね。勝負で切り返された後に。ちゃんと試練食らった後爆睡してたのは、孫さんもかなり、とっさの、ね、読み合いができてる感じしますね。勝利券ちょっと怖いですからね。ちょっと怖いですね。あの技ね、ヒットすると逆に、ヤン側が有利になる。ガードだと五分なんだけど、当てると、なぜか相手が早く動いて引き出すという現実にありえない技なありえないよな、考えてねえだろお前、本当はあの技よ、おっと、ここであっと守りの、そう、ついに前中継止まりましたね。そう、剣側の前中継に対して立ち打ちキックを置いておく、立ち打ちキックにはボールを押し込むと、はい、はい、わー、うまい、最速に見てますね。だからの基礎確認はね、なかなかの、あ、それでしまった、これで。さあ、このラウンドは体力リードは大幅持ちですが、孫さんはゲージがある。この昇竜拳、これが浮いてた打つ打たないの読み合いってやつですね。ああうまい一文字、ヤン側が前に出てくるところに一文字置いとくっていうのは非常に有効な手当てです、はい、中段も潰せるし、前に出てくるタイミングさえ分かってしまえば一文字置くっていうのは、橋本中段、あーっと、これでこれは使いますよね。あーっと、しかし画面が近いぞ、まだ強気にいけるか、まあジャンプ大成、最初はね、お互いいいです、ね、ここでゲージを吐いたが、おもち剣側にはゲージがある、これマックス、あー、ちょっと遅くなっちゃった、変わってしまった、しかもこれ端きついっすね、うん、ゲージがね、あっと、怖い、足もこれ怖い、中段踏み込んでいって中段ですからね、しかもあの試練じゃない方、こっちはね、やっぱもう立ってから見てからガードするっていうのが不可能、無理だね、不可能に、ちょっと威力が弱い代わりに、まあ、それで倒しきるの十分と、そうですね、いう判断ですね、やっぱ判断はさすがですよ。さあ、かなり試合展開、そうですね、真央さんね、なんか内容は結構いい勝負になったんですけど ね、 ね、やっぱね、前中継が相当しんどそうに見えますね、困ってるよね、に対する対策をどこで見せていくか、サギ飛びが通ってしまって、あ、先ほどの中段がちょっと響いているか、これは厳しい、厳しいですね、そう、これはでもどう変えれば戦局が変わるんでしょうかね、だからヤン側は基本的に前に出なきゃいけないから、だから前中継が機能するんだね、機能するんだね、ここで、さあ、これはいいダメージですね、これはいいダメージ、大手出ちまった、これは熊投げだったか、さあ、しかし、これはピオーラせないでしょう、次で、よし、取ろう、あーっと、ここで入れ替わってしまった、これは剣が後ろのスペースがあるので、こんな上負けちゃうとちょっともう全てのプランが崩れますね、ここは取っておきたい、あいちあいち、あいち、おっと、つないだ、ここはここで切り返しておきたい、うんうん、そうですね、ちょっとここ取れないってなるともうみたいなところありますよ、ここは何としても、しかし相手にもゲールがある、もう持つ精度が非常に高いですね、さあ前中継、前中継、さあ、つながるのは今のはね、一つの対策ですかね、前中継ガードした後に相手が剣側が中足を打ちたいところに打撃を置いておく、なるほど、さあ、ここ、うまい、さあ、同じ、あー、これは先ほどの、あとは泣いちゃうな、
あれが2段目だったら勝てるんですよね。確定ですね。それを残してちゃんと最初からお手段ワード。さあこれはちょっとまずいぞ。赤セリから。これはもうね、やっぱ慎重に攻めないと。今もゲージがないから。あ、これ繋がってますね。繋がってますね。しかこれは有利。さすがに。ああ、打っていく。おっと。おお。なるほど。これしまって。おお。見せてきたー。まずみーちゃんからも拍手が出ましたね。これで星は 4-1 です。もう普通に超悔しそうにしてるもんね。まあ試合前言ってましたからね、厳しいですと。まあでもね、覚悟はしてたんじゃないですか。だから来ますかね、このヤン。コメントがすげー盛り上がってますけど、マグロ8とかなってますね。なんでそうなったんですか。この次も特殊権取るようなことあると、まあ、確かに。しかしこのうわー、折れる、折れちゃう。今のは厳しいな。さあ、結構して、あ、セットにはいけなかったか。だから中盤でダメージ取れてないのがね、ちょっと孫的にもきついっすよね。そう、あんまりね、こういうののガードが非常にうまいプレイヤーなので。あ、ここで打っていた。うわ、生ウルコン選択。こっちは生、さすが。でも生ウルコンかなり減りましたね。440か。この後はボブ打ってくるか。あ、あーっと通る。うわー、あー、きた、来ましたね。剣のダイヤシャーマイナス8なので EX 登録だったらね、ま、多勢が7振れなので、その判断が、そう、あれはね、あれそう、しかも剣のダイヤシャーってあんまりそんなたくさん来ないから、ね、難しいよね、反撃。たまに来たダイヤシャーにあれが出るっていうのはちゃんとやっぱ対策してきた証拠ですよね。そう、あ、これはカウンターだった。フォアシュって、お、あ、これ繋がってる。デゾカーでなったんですよ ね。なるほど、なるほど。あ、これは、おっと、あ、これは結果オーライか。この状況だけ見たらもうすごい孫に見えるが、うまい、さ、うまい、どっちか、おうまい。あれね、はい、実はですね、はい、ジャンプ攻撃を打つか打たないかで、うん、勝利かけれる飛びっていうのがあるんですよ。マジっすか、それ知らなかった。ちなみに豪気にはあるんですけど、はい、多分剣もあるんじゃない。あ、なるほど。着地の1フレーム前にボタンを押しても、うん、あの裏回れたりするんです。押さないと表だったり。へぇー、あっ、ちょっとマグさん、ちょっと変なんですが、お、これでかいっすね。これでかいっすね。で、血も稼げて、さあ、8弱パンでうまく触っていく。昇竜をつつます。あっ、うまい。いや、早いな。上の反応がかなり素晴らしい。しかも抜ける。硬いな。やっぱ守りの強さっていうのはね、プレイヤーの強さに直結しますからね。しっかりプレイですよ。あっと、ここはお互い交差して。でも昇竜入ったら勝ちですからね。お、一発。なるほど、今の赤線じゃないですか。あ、中継だった今。まだ残りそうだな。残りますよ、これ。全然残ります。残っちゃうかな。中断でも終わんないか。終わんないな。で、キ。終わんない。さあ、お、攻めていく。さあ、本来撃。からレインが。低空来撃ね。はい。マジ低いんですよ、この人。低空っすよね。最低空来撃。最低空でしょうね。うん、いや、今最後もね、昇竜食らっちゃったら、大逆転のところでしたけど、うん、なんとか、渾身の投げを通して、2連勝ですよ。王さん、これはでかいですね。このヤンという方ね、うん、現代に蘇ったヘラクレスとも呼ばれておりますからそうなんですよ。初耳なんですよ。このゲームずっとやってきたつもりなんですけどね。呼ばれてるんですよ、一部では。そうなんですね。三つ股の槍持ってるから三つ股の槍、あの功労弾っていうね、それがどこで火を吹くのか。今のちょっと有利フレーム、どっち、これ今有利フレーム出てくるか。絶対ヤン、結構でもヤンってユンと違って、ある程度の高さでも確かに有利は取りやすいし、ね、そのまま攻めていい。さあ、なんだ今の大勝利、大勝利読みか、はい、あ、これはコパン大勝利で OK か。あー、あー、チブス、ここピオリーチですわ。お、あ、忍びだ。あ、孫さんの楽しい時間だ。今のは、今なんでもそうだね。あ、うまい。まだよ。もう、チカシャドウ。
これあーいやらしい。今ちょっとそうね、一泊置いて、あれこいつ動かねえじゃん、じゃあ攻めようかなっていうところを、はい、そこに置いてありましたね。あ、中継、あ、対、普通に遠距離でも対空になるんだ。そうですね、でも多分ね、タイミングだと思いますよ。あでも、そうだね、フェンガーもジャンプ大パンとか使えば、うん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 、あ、ここで、わ、出てしまって、お、中継、お、これ打ってるはんね。さあ、打っていった渾身の、あ、また出ちゃった、あのあ、痛すぎる。お、シュータス巻き、シュータス巻き、シュータス巻きの後は、ちょっとフレームが良くなります。おお、歩き投げ、これはナイスガード、硬いな、お互い、これは、これは、ああ、シーデン、よく置いてたな、今今すごくないですか、しかも、ね、和田のチョイスが、はい、中継って、そうなんですよ、で、もしくは今、多分中断だったんですね、シーデン、これを止めるかのこと、中断か、もしくは中の下段ですかね。ペイント大好きなんで、うわ、水からの中央しか、お、逃げた、なるほど、着地の埋め合いしたくないから、うん、そんな消極的には見えなかった、引き逃げだったのかな、いいです、引き逃げ、あの勝率でっていう意味もあったんですよね、中小流があるからね、剣は、解説の紹介が遅れましたが解説はボンちゃんこと今更ってマサ斎藤、マサ高橋でございます、よろしくお願いします。で、応援が兄ちゃん、はい、はい、お願いします、はい、解説を紹介してから、はい、大事な大事な7試合目ですね、まあ、これはちょっとそうですね、はい、なんか何も今のは、はい、なかったです、うん、今の7試合目これで2勝5敗ですね、孫さん、これはあの2連勝したとはいえね、やはりあの4連敗してたっていうビハインドがでかいですよね。確かにここでね、また魔王が2連勝するようなことがあれば、うんうんうん、しかも孫のホームステージですからね、ここ確かにこの河川敷ステージはね、孫さんのホームステージですから、ホームステージで、あ、ここか、うん、なんだね、ちょっと孫さんも行きづらくなってるね、もうこれもいい攻めはやっぱり取ってるんだけど、うん、そうね、これ単価がね、ヤンガーがちょっと安いです、うん、おー、ここで、うわ、強気、うわ、素晴らしい、あー、これはですね、孫の金中パンと、はい、桃地の中攻撃以上ですね、高み中継かな、うんうんうん、まあ、相打ちだったので、そのままコンボに行けなかったと、ここはゲージを使わないで、ゲージマックスで画面端だと、うまい、これはでかい、これ、いいやついけるか、いけない、変わるですね、うわー、これはカウンターなので、フルヒット、これはいいヘリですね、しかしゲージマックスなんでね、マオアもこの浮き上がりは全然無難にしのげると、さあ、お、さあ、このコウロウさんをうまく、これで威力解放、このコウロウをいかにねじ込むかですよね、ここは生ウルコンよりも後の状況を優先しましたね、じゃあ投げ、奥合わせ投げ、一旦投げ、しびれそうですね、あー、投げからの、うん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 、この三つ股の槍、今は削り込みでしょうかね、込みですね、おそらくレンガで削りまで行こうとしてたんじゃないですかね、こういうとこでね、ファーストアタック取れるとヤン側はそのまんま画面端で倒しきれたりするんでね、投げ、さあ今の、そう、じゃあ、ダメージ、もう手が出来たら、じゃあ、もうね、ちょっと読まれてますね、今の中段も、折り込み組みの追求でしたかね、やっぱね、この、うわー、ごめんなさい、最大、あ、さあ、崩せないときついっす、きついっすね、投げを決めて、この投げは、この後欲しいな、うわー、昇竜拳、確かにね、すべては削りはしないんですけど、ガードされててもドットになる、もう一回今の読み合いで、そうですね、恐竜がすごい有効になります、おそらく生ウルコン食らっても体力2割ほど残るのでやっていったと、と言ってるうちにね、ミンチですね、さあ画面を運んで、伝説の始まりですからね、今日は、さあ同じ、もう一度手堅い、もっと、いい崩しだな、おう、
おあーっとこういうあのやっぱユーロフレームをね取った後避難してるのが孫さん側っていうのが今の危なかったなあれさあやはり攻める孫に対してどっしりとおうまい相手の先制技に対して上原おうまいそれだけは通さねえぞっていうくらい上をしっかり対処しますね。そうですね、今の孫のリズムは良かったですね、うん、相手の牽制、追い払う技が来る一歩手前で技を置いてしっかりコンボを組んでいたので、さあ、これも繋がっていましたね。画面端ですね。で、中段がちょっと通り始めたぞ。さあ、セリ危なかったか。大足使い方がうまいよね。いろんな技やっぱ散らすんで、ね、何回か確定取られてたけど、それでもまだまだ逆に言うと ね、剣顔は置く技がないんですよね。なんで大足か現代ケールが置きたくなるんですけど、さあ終わった、見づらかったぞ。ああうまい移動昇竜か。ヒット確認が素晴らしいですね、もう一件ね。はい、中盤大剣でも届かなそうだな。さあ、ちょっと何を狙っている。おここで使いますね、ゲージ使って、画面の端でさあ、ここでフラスブシャ、あーっと、これは削りか、削りですね、削りね。さあ、これは桃地側のこのスーパーの文字、非常に不穏です。さあ、このファーストヒット取ったのでかいですね。ここですよ、投げ、あー選択、あ投げを選択、アメージなるほど、おっと、おー、うまい、あっと、ここでコンボミス。さあ、どうする、あっ、うまいわ、お前手の牽制を、あっと、ますね、あーっと、これ見て決着です。勝者ももち。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、すごいいい試合でした。はい、いや、さすがですね、やっぱももち、あのねー、はい、最後見て分かったのは、孫の牽制技止める 技、はい、に対して、はい、桃地の、ね、置き技、うんうん、置き技を止めるための置き技の種類、うん、それに対する置き技の種類が豊富だった、はい、なるほど、ワンパじゃなかったんで、一つ、あそこでそう前中継とか結構ね剣打ちたくないんだけど、うん、打ちたくなっちゃうんだけど、あれだけじゃなくてね、立ち中盤とか台形とかうまく巻いてたんで、うん、そこでやっぱ孫は絞りにくくなっちゃってたんじゃないかなと。